お茶屋屋敷跡と正面大手門お茶屋屋敷は、江戸時代、慶長10年頃、徳川家康が上洛の王冠に際して、旧白のために、岐阜県大垣市に設けた施設である。中仙道赤坂塾の西に設置されている、岐阜県指定史跡。大垣藩地方雑記によると、ほぼ方形の縄張りを持つ、上郭形式で、双格内とババートがあり、四隅に櫓を備え、 正面に、大手門があった。また、全体を土塁、空堀で囲んだ豪壮な構えであったという。寛永5年、旗本岡田仙道が管理に当たった時には、破損が著しく、大半が取り壊されて廃絶化した。廃藩地県の時期、お茶屋や敷屋敷跡の広大な内部を二十歳としてきた。1976年に、岐阜県指定史跡となり、 城郭的要素を持つ貴重な遺跡として、空堀や土塁などが残されている。現在は、ボタン園として一般に開放されている。岐阜県大垣市赤坂町3421の一で、大垣市立赤坂中学校に隣接する。土地は明治4年廃藩地県の時、不和軍は赤坂村の名主、八橋総太郎に払い下げられ、現在は、個人所有である。土塁や、 空港の一部が現存する。跡内には数多くのボタンが植えられ、通称赤坂ボタン園としてボタン開花時期公開されている。東海地方有数のボタン園であり、開花期は4月の下旬から5月初旬。ありがとうございます。